来たか、愚か者どもめ。どういうことですか副会長。私たちを潰す程度なら生徒会長が出てくる必要はない、そういうことですか。勇気、生徒会長の考えは俺の理解の及ぶところではない。ここから先は何人たりとも倒産。ここを通りたくば私たちを倒していくがいい。涼子、語るべき言葉はない。お前たちにこの学園を変える力があるか否か試させてもらおう。ガンプラバトルで強い者こそ正義、弱い者は悪。今ここでそれを証明してやろう。いいえ、違います。違うとようやく本当の意味で気づけました。私たちの自由で楽しいガンプラバトルを返してもらいます。ついにやってきました、この一戦。怒涛無双の快進撃を続けるサイドゼロと副会長率いる生徒会精鋭部隊のバトル。この緊迫のバトルは実況を私シャクのリンコが放送部の独占生配信にてお送りします。さあ、ガンブレ学園の行く末を決める対決の前哨戦となるこの戦い、果たしてどちらにその軍配は上がるのか。それではガンプラバトル、レディーゴー。秩序を乱す反乱分子め、すぐに潰してくれる。開始です。実況は私シャクのリンコが務めさせていただきます。ガンプラバトル、レディーゴー。大勢勢力がギミック周辺に出ました。このクエストをクリアするとギミックが使用可能になります。クエストが物によっては制限時間もある。気を引き締めて、ここで散りゆくがいい。私は逃げも隠れもしない。あ、かかってきなさい。これはどうだ。味わってちょうだい。オールレンジアタック。今は気に入った子供だ。ザコだ。この一撃で仕留めてみせる。クエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。
判断を誤ったか。次で挽回する。次に壊されたいのは誰かしら。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。クエストクリア。一つずつ潰していきましょう。チームレッド、ポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。クエストクリア。次のクエストもこの調子で行くぞ。先に進むことができるのは強者のみ。弱者はここで散りゆくがいい。やりましたねチームブルー。これは大きなポイントです。クエストクリア。一つずつ潰していきましょう。相手をするまでもない。プレイヤー4、撃
撃破されました。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。クエストクリア。一つずつ潰していきましょう。このクエストは時間との勝負でもありますよ。さあさあ、通常の3倍のスピードでいきましょう。クエスト開始だ。さあ、お前ならここからどう？死ね！プゾマ！レイヤー4、撃破されました。これは大きなポイントです。判断を誤ったか。次で挽回する。なかなかのパーツが期待できそうなターゲットです。これは撃破しておきたいですね。クエスト開始ね。頑張りましょう。先に進むことができるのは勝者のみ。弱者はここで散りゆくがいい。残り30秒を切りました。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。見落としたことがクエストに失敗するとは。ターゲット確認。これより破壊するわ。プレイヤー1撃破されました。プレイヤー6撃破されました。ビクトリー。この短期間でこの俺を倒すほどに。さすがはソロモンの魔女といったところか。その名はもう捨てました。ただ強さを求める魔女はもういない。今の私はチームサイドゼロのコーラ伊織です。これが私たちのガンプラバトル。仲間と協力して精一杯楽しんで、そうすればきっとどんな相手にだって負けはしない。それを私はようやく学びました。ガンプラバトルを純粋に楽しむ心、それが今の私の強さの秘密です。副会長。乾杯だな、副会長。楽しく、楽しくだと。そうか、そうだな。勇気と二人でバトルしていた頃は確かに楽しかった。だがもうあの頃には戻れない。俺ではもうあいつの高みには届かない。なら私たちが思い出させてみせます、生徒会長に。できるのか、貴様らに。誰でも変わることはできるはずです。私のようにきっと。そうか、ならその夢物語にかけてみよう。受け取れ、生徒会室のカードキーだ。生徒会長、勇気を頼む。ええ、任せて。頑張ります。さあ行きましょう。私たちのバトルを、本当のガンプラバトルを生徒会長に見せに。よし行きましょう、生徒会室へ。今の学園を縛っている鎖を断ちに。はい、準備は終わっています。いつでも大丈夫です。私も頑張ります。やはり来たか、涼子。
何も言うな、ユイ。今ここにいるのは生徒会初期の大鳥涼子だ。そうね。どいて、二人とも。私たちは生徒会室に行くの。行ってどうなる？無駄な手間が増えるだけだろう。貴様たちでは勇気、生徒会長には勝てない。いや、コガンプラバトルでは強い者こそ正義、弱い者は悪。今ここでそれを証明してやろう。違います。私の知ってるガンプラバトルは楽しくて素敵でかっこよくて、そういうものなんです。だから取り戻します、そういう毎日を。ほう、面白い。では見せてみろ、貴様の言うガンプラバトルを。私ちょっと感動しております。サイドゼロで目立たなかったメガネのあの子、桜井マリカのこの気合、これは間違いなく激しくも楽しいバトルが展開されることでしょう。その模様は放送部と私シャクのリンコが余すところなく配信いたします。大盛り上がり間違いなし。それではガンプラバトル、レディーゴー。秩序を乱す反乱分子め、すぐに潰してくれる。始まりました、 G キューブ。実況は私、放送部部長シャクのリンコが行いますよ。秩序を乱す反乱分子め、すぐに潰してくれる。任せてください。悪いが先に行かせてもらう。遅れた者は花火を眺めているといい。プレイヤー1、撃破されました。
様らに遅れを取ってなるものか。バトルは苦手ですけど負けられません。さあ腕試しに行こう。貴様らのような雑魚、勇気が相手をするまでもない。このクエストをクリアすると、ステージギミックが解放されますよ。戦況を変えるチャンスかもしれません。このクエスト、君ならどう攻撃する？目標を駆逐します。プレイヤー6、撃破されました。先に進むことができるのは強者のみ。弱者はここで散りゆくがいい。次のクエストに移りましょう。判断も誤ったか。次で挽回する。チームブルー、キーパーズをダッシュ。このまま回収できれば5ポイント獲得です。しまった、キーパーズが。回収に成功しました。最高ポイント獲得です。やったー、回収成功。うまくいったね。私は逃げも隠れもしない。さあかかってきなさい。さあ腕試しと行こうか。プレイヤー3、撃破されました。チームレッド、ポイント獲得です。さあ、次のクエストもどんどん行きましょう。お役に立てなくてすみません。次のクエストで挽回してみせます。残り3分を切ったところですが、チームブルー、優勢です。レッド、なんとか逆転を狙いたい。この俺が押されているだと。バカだ。このクエストはチームレッドが持っていった。ブルーも負けていられません。美しいガンプラさばき、さすがです。始まりました回収クエストです。質を取るのか量を取るのか、チームの連携も重要になってきますよ。来ましたね、回収クエスト。キューブを抑えてパーツをゲットしましょう。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。クエストクリアです。さすが先輩です。
ました。大丈夫ですか？無理しないでくださいね、先輩。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。やった、クエストクリア。いい調子だね。残り1分を切りました。チームブルー優勢です。レッドはここから逆転なるか。私は逃げも隠れもしない。さあかかってきなさい。やりましたね、チームブルー。これは大きなポイントです。クエスト失敗か。次はクリアしてみせる。任せてくれ。さあ、あと30秒です。撃破されました。さあ腕試しといこうか。バトル終了です。サイドゼロがまさかまさかの大勝。桜井マリカ、少し前までバトルの才能すら見られなかった貴様がなぜ。私一人の力じゃないです。チームのみんな、先輩との楽しい時間、たくさんバトルの勉強をして、ミッションをして、いろんなことがいっぱいいっぱいありました。一人じゃないから、一緒だから頑張れる、強くなれる。私は負けません。一緒だから強く、そんなものは理想論だ、空虚な幻想に過ぎない。だがそうか、昔は俺たちもそうだったか。副会長、このカードキーを持っていけ。これがなければ生徒会室には入れない。ありがとうございます。でもどうして。少し青臭い夢を見てみたくなった。貴様らがどこまで通用するのか見せてもらう。勝ちます。行け、言って、楽しいバトルとやらがどこまで通じるか試す。はい。いいのか、副会長。いいも悪いも、奴らは強いビルダーだ。どう転ぶにしても、勇気の願いは叶うだろう。そうか。このカードキーで生徒会室に入れるはずよ。はい、ここまで来たら勝利あるのみです。頑張ります。もう逃げません。君もいいね。行くよ。ここが生徒会室。こんなにガンプラやパーツが散らかって、まるで子供部屋みたいな。いや、待っていたよ、リーダー君。そしてサイドゼロのみんな。あ、ガンブレ学園生徒会会長、椎名勇気だよ。さすがにみんな知ってるか。そんなに怖い顔をするのはやめてほしいな。まあそんなことはどうでもいいんだ。
せっかく来たんだ。バトルしようよ。僕を楽しませてくれるんだろう。ランキングなんて気にする必要はないさ。僕はただ強い相手とやりたいだけなんだ。存分にな。最高の状態で戦えるようわざわざこのような段取りを整えたのだから。どういうこと？貴様らは自分自身の力だけでここまで勝ち上がってきたとでも？順調に勝ち進んできたが、それが順調すぎるとは思わなかったのか？実力に見合ったライバルが次々現れる。それが都合よく順番に出てくることに疑問は？この学園には他にもランキング上位者が多く存在している。彼らが邪魔してこなかったのはなぜだ？まさかそんな全部あなたたちにコントロールされていたとでも？ブラフです。ありえません。どう理解されても構わん。だが貴様らの想像を超える力があることを知っておくべきだ。勇気に満足してもらう。この学園はその一点のみにおいて存在価値がある。そのために、たった一人のために学園全部を犠牲にしたっていうの？数など問題ではない。千だろうと万だろうと、無能はいくら集まっても無能だ。はいはい、面倒くさい話はその辺でもういいよ。細かいことなんてどうでもいいんだ。僕は僕が楽しめればそれでいい。それが強者の特権だよ。僕は何かおかしいことを言ってるかい？そんなの、あなたたちは絶対に間違ってる。涼子のためにも私たちが証明してみせる。面白い。じゃあ君たちの強さを見せてよ。ついにやってきました、大一番。反抗の旗印サイドゼロ VS 生徒会長率いるラプラスネスト。この学園の未来を決めるバトルが今始まります。正直生徒会室に突貫するのは死ぬほど勇気が必要でしたが、ご安心ください。放送部は全ての G 級部バトルを従前に学園中へお届けいたします。泣いても笑ってもこれが最後の決戦です。さあそれでは白熱のガンプラバトルにレディーゴー。の時を待っていたよ、サイドゼロ。先に進むことができるのは強者のみ。弱者はここで散りゆくがいい。放送部部長、尺野凛子。本日も全力で命がけでバトル実況をさせていただきます。かかってきなさい。戦い方を教えてあげる。貴様らのような雑魚、勇気が相手をするまでもない。やあ、出会わせ願えるかな。おびえなさい、踏みなさい。ガンプラの性能を維持するまま消えていきなさい。プレイヤー5撃破されました。食らいなさい。沈め、ターゲット確認。これより破壊するわ。
することができるのか。ラプラスネストが最強たるゆえんすぐに思い知らせる。チームブルーポイント獲得です。さあ次のクエストもどんどん行きましょう。最後の最後に勝った者が勝者。その途中のクエストなら刺さるかも。なあ手合わせ願えるかな。そんな攻撃無駄だな。プレイヤー4撃破されました。やりましたねチームブルー。これは大きなポイントです。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。一歩前進だね。さあ次のクエストも片付けちゃおう。このクエストはチームレッドが持っていった。ブルーも負けていられません。失敗です。次に行く。先に進むことができるのは強者のみ。弱者はここで散りゆくがいい。このクエストはチームブルーが持っていった。レッドも負けていられません。一歩前進だね。プレイヤー5撃破されました。 G キューブの醍醐味キーパーツの奪い合いです。これは目が離せませんよ。その鍵ラプラスネストがいただいている。まだるっこしい駆け引きは必要ない。さあ戦おうよ。現在回収中よ。完了ね。キーパーツの回収に成功しました。最高ポイント獲得です。もっと奪わせてちょうだい。プレイヤー4撃破されました。やりましたねチームブルー。これは大きなポイントです。クエストに失敗するとは。勇気が相手をするまでもない。ガーデンの確認。これより破壊するわ。このクエストはチームレッドが持っていった。ブルーも負けていられません。クエストクリア。あまり遅れを取ってなるものか。いや手合わせ願えるかな。プレイヤー5撃破されました。ポイント獲得です。さあ次の楽しい楽しいよ。この僕が落とされるとはね。予測以上の力だ。さすが勇気が目をつけただけのことはある。でもね本当に楽しいのは勝ちを確信している人から勝利をあっさりと取り上げることさ。まだまだいけるんだろ。君たちの言葉を証明したいなら本当の僕を倒してみなよ。さあさあさあ楽しい楽しいな。この力はものすごいプレッシャー。 これが会長の本気。どこまでも踊れ。僕を夢の世界へ導いてくれ。同じ機体が3体。もしかしてこれを全部同時に椎名君が。物理的にありえません。可能だとしても相当なラグが発生して使い物にならないはず。自分のもの
の差しで他人を測ってはならない。そう教わらなかったかい？そう、これは僕の能力、センスオブエクスパンション。僕はガンプラで人の確信を出した。それでもあなたが一人であることに変わりはない。私たちはみんなの力であなたを倒してみせる。今戦いの火蓋が切られました。実況は私、シャクのリンクで最後までお送りいたしますよ。ガンプラバトル、レディーゴー。プレイヤー1、撃破されました。もちろん隙が見えたわ。次に壊されたいのは誰かしら。つもりはない。道を開けろ。私たちは絶対に負けない。さあ、かかってください。
な。この僕が、本気を出した僕が負けるだなんて。すまない、ユキ。俺の予測範囲を彼らは、サイドゼロは大きく超えていた。いや、大輔のせいじゃない。僕が弱かったんだ。少し昔話をいいかな。あれは僕らが小学生だった頃のガンプラバトル大会。僕は決勝戦で君に負けたんだ。彼に？ああ、そうだ。僕は当時負け知らずだったからね。あの敗戦は忘れようがないくらいよく覚えているよ。僕らのバトルの実力はほぼ同じだった。けれど、彼のガンプラは、周りの大人たちの力を借りたものだった。僕は悟ったよ。すべてが対等でフェアだと信じていたガンプラの世界も、大人やお金の力から自由になることはできないって。だから僕は、強さだけを絶対の秩序として、この学園に平等なガンプラを取り戻したかった。それは違うと思う。はあ。私もその時、彼と一緒に出場してた。だから、そのガンプラがどう作られたか知ってる。確かに、彼は周りに助けられてたよ。アドバイスももらってたし、材料や工具も借りてた。でも、作ったのは彼自身だった。あれは間違いなく、彼のガンプラだよ。周りで助けてくれた人も、大人だとか、子供だとか関係ない。仲間だから、一緒に戦ってた。それだけだった。そうか。最初に言った通りよ。私たちには仲間がいた。今も、昔も。でも、セナ君は結局、シーナ君を一人にしてしまった。これは、涙。どうして？なぜだ？止まらない。それは、楽しくて、嬉しい涙？それとも、悔しい？わからない。いや、全部だ。嬉しいし、楽しいし、悔しい。それに、これ、ガンプラバトルなんてもうくだらない遊びでしかないと思っていたのに。もっと、もっと戦いたい。そんな気持ちが溢れて止まらないんだ。なんだ、やっぱりあなたも一緒じゃない。一緒？君たちと僕が。わからないの？教えてあげたら。僕もガンプラビルダー。そうか、そうだったよね。そうだ、僕はガンプラビルダーだ。だからガンプラが大好きだったんだ。何を今さらですよ。これだけのガンプラを集めてバトルしていた人がガンプラが嫌いなわけないでしょ。そうです。というか、さっきから気になってたんですが、そこに落ちてる再販されてないキットのレアパーツもらってもいいですか？待て、それは生徒会管轄のもので。いいよ、好きなだけ持って行って。勇気。大輔、ごめん。
僕はやりたいことが分かったんだ。それは生徒会室にこもってることじゃない。また戦ってくれるかい？ありがとう。それじゃあ現時点をもって現生徒会を解散する。はあ、片付けても片付けても終わる気がしない。いくらなんでも散らかしすぎよね。椎名くんも瀬名くんもちゃんと片付けてから引退しなさいっての。もう、あとで涼子たちが手伝いに来てくれるとは言ってたけど、今週は片付けだけで終わっちゃいそうだね。でもなんだか不思議、こうしてまた生徒会役員として生徒会室に戻ってこられたなんて。私は3年生だから任期が短くて申し訳ないんだけど、よろしくね会長。ところでこの部屋って先生たちも来ないし、生徒も生徒会役員以外は入れないし、それで今私たちは二人きりっていうか、その結局君は私のことをどう思ってるのかなみたいな。せっかくだからちゃんと聞いておきたいなって。ブレークショイ、またこのパターン。すみません、より先輩に言われて。今日あたり面白いことがあるから机の下に隠れてろって。恋のミッション失敗ですか？残念です。次の機会を待ちましょう。3年ぐらいは待つぞ。涼子まで？っていうか3年って星のクズ作戦じゃないんだから。あー、もう台無しじゃない。行こう。あ、逃げられました。仕方ありません。今日のところは二人きりにしてあげましょう。明日からまた生徒会の仕事は山積みですけどね。やっぱり私たちはガンプラで語り合うのが一番だよね。サイドゼロのみんなは大好きだけど、こうして君と一緒にガンプラバトルしてる時が一番幸せ。私が私らしくいられる、そんな気がするの。だからこれからもずっと一緒に。約束だからね。それじゃあ二人のミッションスタート。誰が止めても一切聞く気しない。夢はメールも掴むも自分次第。自分にマイのをかける自由自在。こんなイケてるチームなんざ他にない。 You know ドキなドキな三本柱の踊りだ。真っ赤な顔してどうした、まだやり合うなんて正気かい。とに取り仕切ったいかにも俺が心リーダー。止めれるもんなら止めてみな。 Oh yeah、 かかってこい。逃げも隠れもしないぜ boy。 圧倒的ってなこういうもん。 空より高く飛べ、簡単でしょ。尻尾巻くわなら下がってろ。最高か何か証明しよう。 Go crazy、 Go crazy。そうか
様になる気そうせっかしなサンダグルーピーおかげさま温まった空気だがこの先ちょっとばっか注意そうや like a movie で修理50人でも1点だろこっちも少しも手は抜かないのが流儀ここだってフィールドさ聞いてはってスープラッペンビールド勝利の女神からのキスを受けたお前にとってのビースト幾度も幾度もキスを追ってなおこのスピードフロー止められるもんなら止めてみな Oh yeah